さて、本日は実はもう一つご紹介したいものがあります。これからの音楽のリスニングスタイルを覆すものです。本日発表するもう一つの新製品、音楽を再生するそのオーディオの姿も変わります。 BOSE 初のウルトラコンパクトなワイヤレススピーカー、サウンドリンクミニです。サウンドリンクミニはこんな小さいです。このサイズでありながらこれまでの常識を打ち破る本格サウンド、今やスマートフォンやタブレットで音楽や動画、それを楽しむ時代、そんな時代ならばオーディオの姿が変わるのも必然です。サウンドリンクミニはこれからのリスニングスタイルをリードする、いつでもどこでも楽しめる、こんなに小さな本格ワイヤレススピーカーです。まさにライブのリアリティあふれる興奮、ゾクゾクするような興奮、鳥肌が立つような興奮、そのリアルサウンドをいつでもどこでも楽しむことができるのです。いかがですか？どう、小さいでしょう？小さすぎて心配、そんなことはないんです。こんなに小さくても本格サウンドを奏でるのです。それではもう少し詳しく。かつてスピーカーは大きければ大きいほど音が良いというふうに言われてきました。今日ご来場いただいている皆さん、そして YouTube をご覧になっている皆さんも、かつて自宅のリビングには大きなステレオコンポ、ステレオスピーカーがあったことを覚えていらっしゃるかと思います。それが今夜からこのサイズになったとしたら、 BOSE は1964年に創業いたしました。その創立以来、いかに小さなボディでいかに本格的なサウンドを再生するかを研究し続けてまいりました。小さいだけではない、先ほどお聴きいただいたソイル&ピンプセッションズのライブのような生演奏の感動と心地よさ、そして臨場感を再生できるか、そんなサウンドを実現するサウンドリンクミニ、その秘密を今日は3つご案内いたしましょう。まず1つ目の秘密、それがこれです。これがサウンドリンクミニに収められている、このサイズで世界初の性能を誇るスピーカーです。この高効率スーパースピーカーは従来の同じサイズのスピーカーと比べ2倍の空気を動かすことができます。空気が大きく動けばそれだけパワフルなサウンドが出る、BOSEだけの先進のテクノロジーです。それだけではありません。2つ目の秘密、それはこのウルトラコンパクトなボディに収められている重低音。この重低音こそかつては大きなスピーカーでしか出ないというふうに言われてきました。しかしこの完全新開発低音用ユニットを2つ重ね合わせることで、どこに置いてもどれだけ音量を上げてもリッチで、そしてパワフルなサウンドを楽しむことができる。そして3つ目の秘密は、そう、この耐久性のあるアルミボディでも、このちょっとクールな感じのデザイン、少し抵抗感のある女性もいらっしゃるかもしれません。そんな時にはよりユニークなスタイルが楽しめるオレンジ、ブルー、そしてグリーンのソフトカバーはいかがでしょうか。ただし別売りです。皆さんが今お持ちの
スマートフォンやタブレット、そして音楽プレイヤーでぜひ使ってみてほしい。 Bluetooth 接続、つまりワイヤレスですぐに簡単に楽しむことができる。例えば自宅のリビングで、旅行先で、アウトドアで、そしてオフィスのプレゼンで、どこへでもポケットやバッグに忍ばせて手のひらに収まる本格オーディオ、それがこれからのオーディオの姿です。さあ、いかがでしたか。これからのオーディオスタイルをリードするウルトラコンパクトな高音質ワイヤレススピーカー、サンドリングミニ、価格は22,890円。ありがとうございます。そしていつでもどこでも毎日一日中つけていられる、これまでにないパフォーマンスを備えたリニア型ノイズキャンセリングヘッドホン、クワイエットコンフォート20、価格は31,500円。皆さんがご判断ください。ヘッドホンのリスニングスタイルが変わります。オーディオの姿が変わります。そして音と過ごす新しいライフスタイルが必ず訪れます。